花倉です。今日の体調はいい方ですね。なんとかしっかり眠れたんで、まだねサイクルはずれてますけど、日に日に良くなってますね。で、昨日夜遅く LINE ちょっと見たんですが、緊急事態とかいう LINE が入ってて、何かなと思ったけど、それ確認したのがもうちょっと遅かったんですね。ですから折り返しの電話っていうのは翌日仕事があるから相手方がかけなかったんですけども、本当の緊急事態だったら通話してくると思うんですよ。ということでね、そんなことがあったんで、寝つけないですよね。なんだろうと思って、で、両親まだ健在なんですが、もういい年なんで何があってもおかしくないってことが一つと、で片方がもう長年病気で、いつ行ってもいいおかしくないっていう感じの状態なんで、それかなと思ったんですが、ちょっと違ってて、言えばもっと深刻な状態で、まだね結果は出てないんですが、そんな状態だったんですよ。ですからね、まだそっちの件はプライベート的には、どうなるかなっていうことなんですよね。生きていて、いろいろそれぞれありますからね。その中でも群を抜いてショックなことだと思いますね。自分だったらそうですね。何年も一生、もちろん一生残るし、何年も復活するまでちょっと引きずっちゃいますね。健康でもそうですよ。人間何があるか分かんないですね。話は変わりますけど、だから、両親もいい年なんでね、爆弾を2つ抱えてるようなもんなんですよね。大体ね、自分ぐらいの年になるとそうだと思いますけどね。両親が亡くなる年頃なんで、でも自分ぐらいの年で両親がまだ揃ってるだけでもね、恵まれてる方だと思いますけどね。もう両親ともいない人も普通にいますし、それでもね、いろいろリスキーな爆弾は抱えてね生きてますけどね。健康だったらね、いろいろこうやって動いたりできるんですが、ストレスに弱い病気だと、そういう時に希望通り動けないっていうのがあるんで、それはもうね、兄弟に言ってあるんですが、そんなとこですね。体調自体はね、しっかり、それでもまたねそういうことがあって寝るの遅れたんですが、それでもなんとかしっかり睡眠が良かったみたいで体調はいいんですね。また陽気がね、明日かちょっと暑くなるんで、それでどうなりますかね、ちょっと分かんないですけどね。外に出れないぐらいの気温かもしれないしって感じですね。ありがとうございました。穴倉でした。